本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦と申します。では本日もですね、このチャンネルではあなたを短期間で復縁を成功させる復縁のノウハウテクニック、日本で一番ですね復縁の成功者を輩出してきました。マジです。日本一、調べていただいたら出てきますが、日本で一番復縁の成功者を輩出してきたこの立花事務局のチャンネルでですね、あなたに復縁の成功ノウハウをドカンとお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。で、今日はですね、復縁の考え方2ということで、01についてお話をしていきたいと思います。01です。さあ01、まあ何の話をするかっていうとね、皆さんが復縁に向かっていくときに、これは捨ててほしいなと、これ執着とかそういうことじゃないです。そんなそういうなんかもうよくあるような話は全くないです。初めて聞いたというような話をしますから、ぜひこれも最後まで聞いていただいて、あなたがどうしたら復縁ができるのかっていう、その答えをですね、今日はここでドーンと渡していきたいと思います。ぜひ最後まで、お聞きください。本題に入る前にね、まだお受け取りしていないという方に3つの完全無料のプレゼントがございます。まず1つ目にですね、90日分のステップアップメルマガというのを私たち無料でご準備しております。皆さんが復縁活動に進んでいくときに絶対につまずく90個の小石があります。まあ、小石というか石というか、その石一個一個を解説してですね、これってどういう心境なのか、今 LINE 返してくれてる彼ってどんな心情なのかね、彼女さんはなぜ別れた後こんな涙を流していたのかとかね、その別れた後彼女さんはどんな心の変化で前に向かっていってしまうのか、新しい異性との出会いというのは復縁にどんな影響を及ぼすのかとかね、もうあらゆるジャンルで皆さんが気になる90個の質問に全て答えているということでございます。ぜひですね、この復縁ステップアップメルマガご登録ください。さらにまだ音声でも解説しております50本分の復縁完全攻略裏ガイドというものが50本分用意しております。これまだ聞いていないという方ね、もうこれ復縁する方全員聞いてます。ぜひあなたもお聞きください。最後に3つ目ですが、完全無料で行っている復縁無料ステップアップレッスンでございます。これプロの講師13名ですね、日本でダントツトップのプロ講師たち13名よりすぐりの講師です。うちにですね、まあ、これ個人のお名前伏せておきますがね、嬉しかったのがうちの生徒さんがね、立花事務局で働きたいと、生徒さんだった方、まあ、がそうやって言ってくださったんです。もう僕はすごく嬉しかったし、その方には心の心でですね、思うことをちゃんとお伝えして、まあ、何も、まあ、結局は働かないってことになったんですが、この立花事務局で働くってね、結構大変なんですよ。結構思ってる80倍ぐらい大変じゃないかと僕は思っております。まあ、まず一つにね、ナンパしてあの子を口説けるかとかね、恋愛が全てね解説して、その男性心理女性心理っていうのが、例えば合コンの席を見た時に一個一個こうやって解説をしていきながら、あの子ってこういう感じだよねっていうのが全て網羅して話せるような人じゃないと、そもそもね解説できないですからね。さらに言うと、そのどれぐらいの恋愛を乗り越えてきたのかね、どんな困難な状態、ね、振られてひどい窮地に追いやられてからどうやって自分がその恋愛に立ち向かい、そして今幸せな、ね、恋愛を送れるような状態になってるかどうかとかね、いろんな総合特典を見て、その上でさらに心理学だったり学問ベースでは僕ら、人間行動学とかね、いろんなことをこうやってギューッとちゃんと勉強してもらってからですね、コーチングノウハウとかね、カウンセリング力ですね、人のその本心本音をどうやって引き出していけばいいのかね、皆さんがこの人に話してよかったって思ってくれないとですね、無料でも価値はないわけですよ。そうやって思ってもらえるところの、その高水準の最高ランクまで僕ら上げて、ようやくどうぞ無料でいいですから、ぜひお話ししてくださいと、あなたのその復縁が、あなたがその悩みがちょっとでも楽になったと、解消したというんであれば、私たちもやってて本当に意味があると思いますしね。嬉しいことは何よりも、皆さんが復縁したとか、復縁できなくても前に進めたとか、なんかそのお話ししたことで、なんか私すごく良かったんです、嬉しかったんです、涙を流してくれる、そんなね生徒さんや、もしくはただのご相談に来ただけでも、そうやって言っていただくということがですね、どれだけ僕らも仕事をしていてどれだけ楽しいかということでございます。ちょっとここをね長く熱く話しすぎましたが、ぜひですね、どうしようって悩んでる方、普通に相談してください、ね、あなたの復縁の成功までどうやっていけばいいのか、全て徹底的に講師がお伝えしていきますので、ぜひご利用してくださいということでございます。じゃあ本題に入ります。本題です。復縁の思考法ということで01ですね。01、じゃあ皆さんこれ01って何なのという話で、復縁と恋愛の違い、まあ、これはいくつかの動画で解説をしていますから、ちょっとそちらから見てください。大事なのは、
復元をするにおいてですね、01っていうのは一度壊してからね、0をちゃんと作ってから復元ってしてくださいねっていうことなんです。01、例えばお二人には今あるものってどんなことがあるでしょうか。考えていただくと絶対に出てくるのはこんな思い出がたくさんありますよね。思い出があったりですとか、あとはそうだな、まあ写真があったりとか、写真があったりですとか、あとは何でしょう、物があったりとかね、まあ2人のその過ごしてきた時間があったりですとか、まあ上げていくと今のお二人の中にすでに持っているものってあると思います。この全てを捨てる覚悟はありますかということです。捨てる覚悟はありますか。復縁をしたくてあの人ともう一度戻るんだと、あの人とまた一緒に笑い合えるようになるんだという時に、今皆さんが彼彼女さんと築き上げてきたもの、その全てを捨てる覚悟はありますか。ちょっとこの質問されるとね、怖いですよね。僕も怖いと思います。ちょっと、ね、僕も長いことお付き合いしていたね、彼女がいたわけですけれども、全てを捨てる、これはちょっとね怖いですね、辛いですね。でも復縁をするならこの01思考というのが必要になるんです。全てを捨てる覚悟はありますかということです。これはどういうことかっていうとね、復縁をするときに多くの方がすごく寄せられるのは、ダメだったところだけを直したので復縁できるようにしてください、こう言うんですね。ダメだったところだけを直したんで復縁ができるようにしてください、まあ、もしくはそれなのに復縁してくれないです、どうしてですかって、まあ、こういうふうにご相談があります。ですがですね、ダメだったところだけを直したということは、つまりこういうことなんです。そのあなたが出社する会社がありますよね。会社、まあ、会社って言ったらまあその建物でいいです。ビル、ビル、ここもね、借りてるビルですけれども、このビル、このビルに大きな亀裂が入ったと考えてください、ね、こうビルがありますね。ちょっと絵が下手だなって思った人、内緒にしておいてください。あの中川はですね、音痴で絵が下手であると、美術の才能と音楽の才能だけは親から与えられなかった男でございますから、絵が下手なんです、はい、これビルだと思ってください。いいですか。ビル、このねビルにズザズザザザッとズザザザザッと、こういうふうにですね亀裂が入っております。じゃあですよ、皆さんこの亀裂が入っちゃったなーっていうこのビルを目の前にした時に、ここだけ、まあ、ボンドがね、何か鉄の補助なんかでね、修復しておけば明日から安心なビルになりますでしょうか。どうでしょう、また崩れそうな気しませんか。その亀裂を入っていたらですね、これ復縁思考の01っていうのは、この一度入っちゃった傷を元に戻そうとすることっていうのは、より強い抵抗とですね、より強い反発を生むっていうことを前提に、一度壊れたものっていうのはゼロに戻して、全てを更地にした上で2人の思い出を新たに築き上げていく、これが復縁思考で最も大切なことだということなんですよ。わかりますでしょうか。例えばですよ、皆さんがその今ちょっとビルっていう話をしましたけど、バッと一回想像してほしいのが、ブワーッとこの大海原ね、大海原というか壮大な草原、その土地、ここにですね、あなたに好きな建物を建ててもらっていいですよと言われたとします。大きい土地ね、100平米よりもすごい500坪、まあ、500坪ぐらいにしときましょう。500坪ぐらいの大きな土地どうぞと、あなたにプレゼントしますと、好きにしてくださいと言った時に、そこには大きな木がまだね生えてたりとか、泥水でなんかこう沼みたいになってるところがあったりとか、砂利やね、もしくは大きな岩が落ちてたりとか、草木がまだ生い茂っていたりとか、そんな風になっている大きな500坪の土地です。この土地に新しく何かを建てようって、まず皆さんどうしますか。大事なのはそこにある土地をきれいにまず平らに直して、ゼロの状態リセット、つまりはですよ、新しく何か物が建てられる状態を作ってから何かを作り上げていくんじゃないですか。
そこのもらったもの、その状態から何かを作り上げようというとね、歪みが出ますよね。歪みが、01思考っていうのは全てをリセットしてあげて、全ての状態を、全て過去のその産物とかを全てなくしてあげた状態から新しく、例えばここにはテニスコートを作ろうかなとかね、ここにはサッカー場を作ろうかなとかね、ここにはそうだな映画館を作っちゃおうかなとか、こっちには、プールを作っちゃおうかなとか、ここに大きなお家とですね、玄関で、ここには寝室で、なんてゼロからこういろんな設計ができるようになるんじゃないですか。あなたのだけの御殿が立っていくということになるわけですよね。いいですか。01思考というのはこの思い出も捨てて、写真も捨てて、物も捨てて、時間も捨てて、今まで積み上げてきた全ての2人の間にあるものっていうのはなかったこととしてですね、別に捨てるっていうのは燃やすとかじゃないですからね。別に物も本当にゴミ箱に捨てる必要はないですよ。あくまで今までのことがなかった状態とした時に彼彼女と向き合ってみてくださいねっていうことです。そしたらですよ、今まで良かったことが今はダメだっていうふうに対比して苦しまなくて済むじゃないですか。今までは当然お付き合いしていて、あなたのことが大好きなんだから手つないで欲しかったでしょうし、抱きしめて欲しかったでしょうし、もっと連絡して欲しかったって言うでしょう。それ言うでしょう。今まではそうでしたから。でも今までのことを全てなくして考えれば、そういう思考に苦しまなくて済むんです。初めてこのゼロの状態で、今彼女がフラットな心境で考えた時にですよ、フラット、何もなかった時のこのフラットで考えた時に、今自分とどう向き合っているかを考えてみてください。今の自分、今の在り方とどう向き合ってくれているのかをもう少し深く考えてみてください。そうした時にですね、なんだと、彼女ってもう今自分のことは何とも思ってないじゃんと、好きでもないじゃんということが見えてくるかもしれない。でもそれなのに、なんか友達としては仲良くしたいっていうところがあったんだなとか、はい、みんなと友達同士でのつながりがあったから、そこではちゃんと縁をつないでいてほしいなって思っていたのかなとか、今は仕事としてのつながりでやり取りをしてほしいと思っていたのかなとか、今自分に対してどんな目を向けられているのかがきっと見えてくるはずです。今の自分とどう向けられているかですね。過去の産物を一旦捨ててもらうと、今の自分がどうしているかが見えてくると思いますので、ぜひですね、そんな見方をしてください。これ復縁思考の話です。今日もちょっと難しく話しすぎたかもしれません、過ぎたかもしれませんが、誰か伝わっていただいた方がいたら、ぜひいいねボタンとですね、中川伝わったぞとコメントにぜひ書いておいてください。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございます。橘事務局の中川敦史でした。